こんにちは、お疲れ様です。あの、知的障害の方とかね、まあその他あ、コミュニケーションが不自由な方っていらっしゃるじゃないですか。いわゆる、この言葉は好きじゃないんですけども、障害者という枠でくくられる方です。で、介護士をずっとしている中で、まあそういった方との付き合いも随分長くなったわけなんですけども、不思議とですね、同時に、社員を抱えてる会社をやってると、日本語で喋ってるのに、これ通じない人がいるんですよね。どちらだと思いますか、これ。 これね実はね日本語でちゃんと義務教育を受けて社会に出た人に対して言葉が通じないことが多いんですよでどちらかというと、まあ、言語がちょっとね不自由だったりとか、えー、聞き取る能力がちょっと低下しているねいわゆる障害を持たれている方の方がやり取りがスムーズだったりするんですよねなぜこういうことが起きるんでしょうか、まあ、そして介護士としてもしね言葉のやり取りが できないとしたらどんなやり取りすれば人とコミュニケーションができるのかそしてどうやってそれが培われていくのかまあこの辺ね真剣に考えていくと実は言語を使う人間の方が厄介だってことがわかるんですよね不思議だねよく日本語は難しいっていうね言葉を発する人がいますけども、うん、難しくないんですよね小学校や中学校で教わって誤解が生じることってのはね どちらかというと年齢を重ねれば重ねるほど起きてくるんですよ。それなんでかというと勝手な概念を自分で持ち込むからなんですよね。きっとね。まあしまいにはねあのさまざ、あ、まな例がありますけども、A さんと B さんがコミュニケーションを取るときに A さんが B さんに対して何か伝えるときに、ね、B さんがよく理解してないと何度言っても B さんはわからないというふうに怒り出す A さんがいるんですよ。自分の伝え方が悪いと思わないんですよね。そして 同じ A さん今度は人から聞いた時に理解できないと言い方が悪いって言い方するんですよ。さあ A さんは一体自己能力はどうなってるんでしょうかと自己反省能力はあるんでしょうかとかねこれ自己進化しないわけですよ。でそこを追求するとごめんねバカでというふうに居直るというねもう取り付くしまがないんでこういう人から離れた方がいいかなと思います。で別の場面で例えば今度は B さんですけども B さんが誰かに対して C さんに対してね 何かメッセージを伝えた時に誤解して伝わった場合あ自分の伝え方が悪かったなと C さんにはこっちの言葉を使った方が伝わるんだなとかね言葉じゃなくてこういうアクションの方がいいんだなっていうふうに考えるんですよそうすると B さんは C さんにいつか意思を伝えることができるんですよねで C さんは B さんから一生懸命伝えられたメッセージを理解できて B さんは本当に私思い人思いなんだなっていうふうに信頼関係ができるいくわけなんですよ で、今度はね、B さんが誰かから何かメッセージを伝えるときに、何を言ってるのか分かんないなっていう風に感じるときがあります。ここでまたね、考え方二つに分かるんですけども、何言ってるのは意味分かんないって、この意味分かんないって言葉を使う人は意味を理解する能力がないだけなんですよ。ね。だから、この言葉って便利に使われてる節がありますけども、結構気の毒なね、あの、シチュエーションになってくるんですよね。でも、頭がいい人とか、自分のことをね、もうちょっと、 他の人に優しく生きていこうかなと思う人はどういう意図でその言葉を発したのかってことを自分でね何パターンも仮説を立てて考えるんですよねそしてあの人が言ったことはこういう意味に違いないと自分で回答を出すんですよそしてその回答に対してメッセージを発信した人にこういう意味ですよねっていうふうに確認する作業をするんですよね非常に簡単ですそうするとそうそうその通りその通りっていう感じであ B さんには思いが伝わったんだなと B さんとは仲良くやっていけそううだなななっってていいうう関係になってくわけですよそこには意味わかんないって言葉は出てこないんですよ。もしくはね、ごめんねバカでっていう居直りの言葉も出てこないんですよ。だからいい関係になっていくわけですよね。で、こういう人と周りを固めていくと、まあ、いわゆるねあの、知恵の塊ができてくるわけなんですよ。それインターネット上でも同じなんですけども、インターネットっていうのは結構ね、あのバカと暇人がやってる例がほとんどなんですよね。まあ、だから基本的にあまりかかんないいい方がいいでも まあツイッターにしても何にしても賢い人と関わっていくとやっぱ賢くなるんですよねそこで流通する言葉っていうのは「にしてよう,って言うんで「すけども、簡単で要点」を得てるんですよ肝心」で「要点」を得てるとも言えますよねだからこの「肝にしてよう」っていう言葉も聞いたことがないって人もいるんですよつまりは「肝にしてよう」というこの短くて意味深い言葉に出会えてそれを使えるか使われているかってところで自分の周りを囲む人間関係ができていくんですよね さあそれでね物事のセールスとか自分の気持ちを伝えるときにどうしても誤解を受けやすい人っていうのは誤解を受けたままそれを改善せずにまた使うんですよねだから誰ともうまくいかないっていう状況ができてきますそれこそ家族ともうまくいかなくななるんですよなぜなら自分の言葉足らずに固執するからなんですよねしまいにはバカでごめんねっていうふうになってくるわけなんですよねそれは何も意味をなさずに、まあ、自分の 周りの人のために自分を育んでいこうかなと思えばこういう居直りは出てこないわけなんですよ。で、ビジネスをしていてもなんでやめていくかって言ってね、自分のメッセージが伝わらないことに自分で諦めていくんですよ。でも、メッセージを伝えるときにそれが誰のためなのか、なんで伝えているのか、そしてそのメッセージを受け取ったらどうなるのかってことが分かると、ありがとうと言って受け取ってもらえるんですよね。それがセールスの成功なわけなんですよ。まあ、もちろん 賢い人ばかりが存在してるわけではありませんからそのために発信をしていって自分のメッセージと波長が合う方とかね、うん、まあ言葉は悪いんですけど程度の合う方を探していくってことになりますあまりにも高いレベルで話しているとほかほとんどの人はついてこれません。ほとんどの人はついてこれないんで離脱が起きますであまり賢くない話をするとね意味のわかんない話をするとこの人のメッセージ聞いてても面白くないなためにならないなってことで離脱も起きるんですよ で、程よい人が残っていくんですよね。じゃあ、プロモーションってのは何でするかっていうと、自分の商品を受け取りたい人、もしくは自分の概念に共感する人を探す作業なんですよね。で、本来でしたらいろんな角度にボールを投げるわけですから、1話しかやってないプロモーションよりも、3話、4話、5話と重ねていった方が、その精度は高まっていくんですよね。で、反応を見ながら、再生数や登録者の増減を見ながら、そしていろんなご指摘、コメントを受けながら、 軌道修正していく。もしくは軌道修正をしないっていう選択をするんですよね。じゃあなんで軌道修正をしないかっていうと、愚かな意見についていくと、賢い人が視聴者から逃げていくんですよね。で、買わない人、購入する意欲がない人に対して発信を合わせていくと、購入する意欲の人は離れていくわけなんですよ。まあ、ですんで、ただ動画を更新するんじゃなくて、その更新の向こうにはどんな人が待ってるんだろうか。 これは誰に届いているんだろうか誰には好印象なのかなっていうふうに探っていくことが必要なんですよ購入意欲が全くない方にものすごく評判が来てもこれ仕方がないんですよねで、その方は無料の情報を受け取るけども有料になった瞬間に心を閉ざしてしまうからなんですよそうではなくて無料の情報を受け取り続けてあげく非常にためになったな恩があるなこの人が商品を売ったらできれば買っていこう買って恩返しをしようっていう方が醸造されると成立の時に売れていくってことになります で、誠実の時に売れない場合は、どこに原因があったのかっていうことを探るね、ヒントにもなるんですよ。なぜなら、一つ一つのプロモーションに自分のベクトルが込められているからなんですよね。そのベクトルっていうのは言葉で表現することが、まあ、できるわけなんですよ。で、えー、気になるキーワード前回ね、訴求という言葉でお伝えしましたんで、あの動画を見た後に、なんか今まで使わなかった訴求って言葉をね、キーワードとしてポンと出しかけてる人がいると思います。で、その人は、 その訴求というね私のメッセージを送ったあの動画をちょっと参考にしてくれた受け入れてくれたのかなと思うわけなんですよねでそういう方に対してはあ自分のメッセージが受け取ってもらえた自分との信頼関係が一歩進んだということで確認することができるんですよね、まあ、ですんでこの例えばマントゥガンのね動画のやり取りの中でだんだん言葉の概念って似てきたりするわけなんですよそれからそのやり取りにずっと定期的に視聴にいらっしゃる方とかね そういった方との、まあ、ラポール、信頼関係ができたんじゃないかなっていうふうに気づくことができます。まあ、じゃあ、前半の講釈はこのぐらいでですね、まあ、今日はあ、ネガティブキーワード、ネガティブ訴求っていうのを前回お話ししましたけども、ポジティブ訴求っていうのをね、これとは別の動画でやっていこうと思いますので、よろしかったらそちらもご覧ください。で、今日お話しするのはね、タ、ま、カ、あ、さんの動画を受けて、うん、概念をキーワードにすることの大切さをお話ししようかと思います。 まあ概念をキーワーワドにする私が即価塾を始めて一番最初に作った言葉がビジネスが私を自由にしてくれたという言葉なんですよ、ね、ビジネスっていうのは多分ね多くの人にとってものすごくね億劫なものであり会社に出勤して、まあ、嫌な上司からね自分のできそうにないミッションを与えられてまあ帰り赤ちょうちんでいっぱいみたいなね、まあ、そんな日々なのかもしれませんでも本来ビジネスってそれが扱い切れると 自分の紹介する商品や会社や人が多くの人に受け入れられてなんか自由に回り始めるはずなんですよねで当然自分の報酬も上がっていくつまりはビジネスって紹介業なんですよこんな商品がありますよとかこんな会社素晴らしいですよとこの人に会ってみてくださいよっていう風うなことがその時その時によって人に受け入れられるからこそ商品が売れて人と人とをつなぐことができてそして、えー、自分が紹介した会社が 評判が良くななるるみたいなことが起きるわけですよねでビジネスが苦手な人っていうのはどうしても自分の世界が閉じていって結局「バカでごめんね」の居直りになるんですよ。どうせ売れないよとかね。自分は向いてないかもしれないとか。うん、でも向いてなければ向かせればいいんですよね風見鶏のように。風の方向に対して自分の体を向けていけばいいのに向いてないまさに自分自身がそっちの方向に向いていないんですよ。じゃあ向ければって話なんですけども、うん、向かないんですよね。 うん、全てはだからその人の舵取りによるんじゃなないいかなと思いますあそしてね即果実の中である他の概念なんですけども、まあ、受信力って言葉があります受信力って別に意味が分かんない言葉じゃないですよね受信力だって受信って多分中学の頃に教わる言葉だと思いますしそうじゃなくても自然と送信受信っていう言葉はね小学校の高学年になっていけば自然と耳にして使っていきその意味も分かると思うんですよまさに 受け取ることですよね情報を受け取ることを受信テレビだって受信する携帯電話だって受信してるわけですよじゃあその受信をただ力っていうのをつけて受信力って言葉にした時にこれは一見聞き慣れない言葉で受信力なんて言葉を使うのはね多分私のっか塾の中だけなんですよでも聞いた瞬間にピンとくる人がいるんですよなるほど受信力を高めていくことなんだ、うん、人の話をただ聞くだけじゃなくてそれがどんな意味を持ってるのかってことその真意をね 心の中を受け取ることということは言葉をそのままなぞっただけじゃダメってことが分かるんですよなぜこのタイミングでこの人は出してきたんだろう人格にまで及ぶことなんですよね例えば「バカ野郎」って言葉がありますよね「バカ野郎」って言葉は一見人を小バカにする言葉ですけどもじゃあ B とたけしがねあなたに対してこの「バカ野郎」って言ったらどうでしょうかね本当にバカにされてたと思うでしょうかむしろ嬉しいんじゃないかなと思うんですようん 行われたバカエローは笑いいいいを呼んだりとかね誰も悪い気ににしななっっててう言葉になってきますでも何かいたずらをした時にげんこつをしながら「バカ野郎!」って言ったら「あ叱りを受けたんだなと」と嫌われてはいないんだけども指導を受けたんだなっていうふうに受け取ることができるんですよ。でもまあ愚かな人と言ってよねあの言い過ぎかもしれませんけども愚かな人はその言葉尻を捉えてあの人を私をバカにしたっていうふうに概念化するんですよね。まあ、こうなると受信力が低いとしか言いようがありません。つまり受信力っていうのは そのシチュエーションによってどう感じればいいかってことを自分で判断できる力のことなんですよ。えそして別の言葉、展開力っていうのがあります。これも即果塾でよく使う言葉です。展開力ね。展開って言葉は誰でも知ってますよね。天の世界じゃないですよ。展開ってのは一つの箱を開けるっていう作業です。展開力ね。展開する力。これは主にツイッターや短い文章の時に展開力が必要になってきます。 つまり小さなな言葉をを展開してて自分でで意味を広げていくことなんですよねだから単純に誰かから発せられた言葉を理解できないからといって「何それ何?」って意味わかんないっていう人はまさに知恵がないんですよ。この展開力がないんですよ。受け取った言葉を分解してどのように自分は解釈すればいいのかなってことをいくつものパターンで仮説を立ててそして相手の性格やシチュエーションですとか前後の関係からこれに違いないというふうに読み取っていくことが展開力になってきます。 でですんで、ね、この展開力が発揮できるとツイッターなどの短文をきちんと展開して理解することができますで展開には膨大な知恵と経験が必要になってきますなぜなら短文っていうのはたくさんの行動やいろんな共通項目を凝縮して一つの言葉に集約してるだけなんですよねじゃあ集約した暗号化されたものを展開する作業っていうのは発信する ために発信した人が集約したものと同じ情報量をもともと持っていないと展開できないわけですよじゃあ材料が500あってその500を意味するのに一つの言葉を使ったとしますその一つの言葉を受け取った人が展開力がもしあれば500の言葉も知っていてその500の言葉に還元するっていう作業なんですよねだから展開力のある人っていうのは行間を読み取るという言葉もあるんですけども小説を読むのがすごく上手ですよね英子は B 子に対して無言で目を見つめたとといいう,うに書いてあるとするそうすると A 子さんと B さんの間に恋愛感情が芽生えたんじゃないかなっていうふうに展開する人もいればねなんで無言で見つめたんだろう何やってんだろう喋ればいいのにっていうふうにしか捉えられない人もいますだからね展開力っていうのは実はものすごく人からメッセージを受け取った時に好意的に受け取ったりね わざと邪水して、えー、悪い方向に導いたりとかする結構ディベートのない武器になってくるんですよね。うん、で、あとはね、えー、まだまだいっぱいあるんですけど、速化力ってのはどうですかね即稼ぐ力。即化力っていうのはまさに世の中では全く流通してない言葉ですけども、即化塾、即化力っていう言葉を私が発した瞬間、その漢字とともに受け取った人は直感的に意味を感じるんじゃないかなと思うんですよ。即稼ぐ力。即稼ぐ塾。 これが人の気持ちを動かすつまりは塾の名前ってものすごく大事だと思うんですよ、ね、で流行る店ってやっぱりね店名もうまくセールスの言葉になってるんですよねでよくわかんない横文字でバーッと書かれるとあんまり流行なかったりするんですよで私の会社広島観光事業株式会社名を見るだけで何をやってるのかちょっとうっすらと感じるところがあります 広島観光え、バスですか旅行ですか宿泊ですかまずここから入ってきますよね。そういった事業をしてる会社なんだな。しかも広島でっていうふうになるんですよ。広島観光事業っていうたった6文字の漢字なのに、かなり意味が限定的になってきて、私の伝えようとしてることがほとんど伝わるような仕組みになってます。で、よくよく聞いてみると、観光っていうのは、確かにね、飲食もあったり、レジャーもあったり、それから宿泊もある。 バス、飛行機などの交通もある。まあでもね、地域を紹介する事業っていう意味もあるんですよね。つまりは広島観光事業に問い合わせすれば、広島のことは、まあ、少なくとも分かりそうだなっていうふうに感じさせることができるんですよ。だから社名っていうのはね、自分の事業を表すものですから、かっこいい横文字にすると、何をやろうとしてるのか分かんなくって、スルーされる可能性が非常に強いんですよね。で、私はわざわざ、 この古めかしい広島観光事業株式会社っていう社名にしてるのは一目で何をやってるかが分かりやすいからなんですよで私は不動産なりそれから店舗経営なり飲食店レジャーの店やってますで観光は実はねやってないんですよ残念ながらところがね広島観光開発と非常によく似た会社が宮島にありましてこの広島観光開発はロープウェイの経営をしたりその他宿泊飲食事業をしてるんですよね まあ実はねすでにある広島観光開発って会社とものすごく近い名前を付けることによってその会社の信用に乗っかるってこともやってるんですよねでも事業自体は全く別なんで誤解したニーズが我が社に届いてそれによって仕事が前後することはないってことになってますし広島観光開発というね歴史のある会社こちらの方はもうかなり長い間会社あの昭和の時代からやってますけどもそういった会社からクレームが来ることもないんですよただ検索にはかかりやすくなってます まあそういうふうにね、ちょっと今度検索キーワードの話になっちゃって話ずれましたけども、あの、会社名とか、塾名とか、看板っていうのはね、思ったよりも大事なんですよ。私は FX オリガルヒっていう FX の専門コースをやってますけども、FX 塾ってやるのか、FX オリガルヒってやるのかね、私なりに考えたところ、オリガルヒっていうのはかなりタイムリーで、金持ちになりそうだっていうイメージを込めた言葉なんですよ。というのが、オリガルヒっていうのは、ソビエト連邦っていうのが昔崩壊した時に、今のロシアの形に引き継がれました。その時に、 国営企業だったドサクサの会社を全部自分のものにしちゃった新しくロシアにできた権力者集団短期間で会社というものを盗んだ <laughs> あの、まあ、インチキ金持ちの名称なんですよねでその怪しさとでも権力を持ってプーチン大統領に意見できるような立場を持ったそのどサさくさまいれの金持ちのことをオリガルヒって呼ぶんですけどもこの新興勢力オリガルヒにかけましてねえ今回2022年は ロシア侵攻もあってこのオリガルヒって言葉がかなりねあの露出してきたところなんでまさにその時にストライクしてつけたわけなんですよでオリガルヒっていうのは FX の土作で金持ちになろうというねそういった意味をまあ想起させるものが多分熟成さんにも響いたんじゃないかなと思いますしまさにね看板のの名名前ってて購入意欲にももすすすごく直結してるんででよよ商品名もそうですよね、うん、やっぱりルイ・ヴィトンのバッグっていうともうすでにねブランドが付いちゃってるんでルイ・ヴィトンの財布でもいいわけなんですよ まあでもね聞いたこともないような、うん、ブランド名メーカー名が付けられてもいまいち購入意欲が湧かないっていうことになってきますつまり言葉っていうのは真理なんですよねでどの言葉だったら相手のまあ言ってみればね誤解に働きかけることができるかっていうこともあります、うん、先日ねデジタルゴールドって話をね聞かせてもらったんですけどもデジタルゴールドっていうとなんかバーチャル上で金がこう作られていてそれが売買されてるってことなんですよね でもバーチャルななんんででで実際の金じゃないんですよ。でも多くの人は実際の金がそこにあるっていうふうに誤解するんではなかろうかなと思って心配してメッセージをね私の方からも送ったところいやデジタルゴールドは実際の金ではないけども同じ量の金を証明するものとしてペッグして機能しているんでこちらのデジタルゴールドを売却すると実際の金も手に入るし金に相当した現金も手に入るんだよっていう説明を受けてねまあそういう時代になったんだなと思いましたね。 片方では昔起きたトヨタ消費事件みたいなねペーパー商法をねすごく思い出したんですけどもそれが現代版になったのかなというふうなうがった見方もできますし実際に金をあっちこっちへと移送するね金っていうのは非常に重いですから移送する運ぶのにコストがかかるし時間もかかるんでデジタルゴールドで一瞬でここにある金の持ち手を証明するものをね作ったのかなっていうふうにも思えるんですよどっちなのかってことはまだはっきり分かりませんけども 販売者の主張としてはデジタルゴールドは確かにここにあるこの金をあなたが所有者ですよって証明になりますと。で、販売した瞬間、所有権が移転が起きて別の人の名義に書き換えられた時にこの実際のリアルな金はあなたからこっちの人に移りますよっていうその証明をパソコン上でやるらしいんですよ。だから金を全く動かなくても金の権利はやり取りできる、売買できるってことらしいんですよね。でも不思議ですよ。こうなると金が100しか存在してないのに金の流通の証明を 万万とか10万とかか発生させることでできちゃうんですよねこれはだからね、準備金制度っていう銀行の貸し出しのことをね、考えてみると本当にね、同じことが言えるんですよ。ですんで、金っていうのは25メートルプール2杯分とか3杯分しか地上にないと言われてますけども、このおデジタルの技術によって、もしかしたらね、無限に増えていくんじゃなかろうかと思うわけですよね。そうなると金の価値っていうのは上がることが、 できなくなくって、もしかしたら暴落する時期が来るんじゃないかなと思っちゃいますあとはそのデジタルゴールドのウォレットなるものが機能しなくなった時に金の保有を全損するというねまるで暗号通貨の詐欺がこの前なんとか事業っていうのを行われましたけどももしくは FTX っていう会社の破綻が起きましたけどもそういうことも起きるんじゃないかなというふうに思ってきますますますなんかね概念を実物とね結びつけるのが リスなななな時代になってきたかなと思うわけなんですよ。まあ、ですので一つの言葉をとってもさまざまな解釈を自分で仮説してそれのどれなんだろうっていうのが質問になると質問を受けた方も答えやすいんですけども聞き方が漠然でねちょっと言いたいことがはっきり言葉にできないんですけどみたいな言葉を挟んじゃうと途端にこういう言葉を発する人っていうのはいわゆるね評価を下げられちゃうわけなんですよね。つまりは、は、騙されやすすくなるんですよあ。この人は 自分の発した言葉を自分なりに解釈して誤解してるわじゃあ誤解させたままにしておこうってなるんですよねだからこれがね賢い詐欺師の論法なんですよ賢い詐欺師っていうのは詐欺を働かずに詐欺るんですよだからどこにも証拠も残んないしいやそれはあなたが勝手に解釈したことですよねっていうふうにするわけなんですよ契約書にはこう書いてあるのになんであなたはそういうふうに理解しちゃったんですかってなります端的な例がこれは投資ですよ 投資っていうのは必ずお金が増えるわけじゃないのに、損したら訴訟ってどういうことですかっていう風に来るわけなんですよ。その通りですよね。投資と思って参加したってことは、なくなるか増えるかと思ってきてるわけなんですよ。なのになくなった時に、詐欺だっていうのは、それはないんじゃないですかっていう風うに言いくるめられちゃうんですよね。でも、投資をする際には、様々な情報公開義務があったりとか、視聴者さんとかね、その投資に参加しようとする人の不安に応える義務があるわけなんですよ。 ところが不安に答える前にその不安をうまく言語化できないと何もこう伝わってこないんで返信も曖昧になってくるつまりはその曖昧な言葉によってまあ大丈夫だろう返事も来たしっていうことでそういった咀嚼力のない方ね噛み砕いて理解する力のない方は勝手に了承してしまうんですよね。これがだから詐詐欺欺を使わずに詐欺るってことなんですよあこの人は曖昧な表現をしていて。 実はは、デジタルルゴールドっていうのは金とペッ,クしてないのにペックしてるように見せかけてるんではなかろうかっていうふうにきちんと自分でストーリー立てて販売者側のもしくは詐欺師側の方の身になってねどういうふうにやったら多くの人を誤解させることができるだろうかっていうふうな言葉を紡ぎ合わせてるなっていうところが見えてくるつまりは展開力があるとこれっていうのは詐欺っていうのは見分けやすくなるわけですよね。で両方とも使ってるのは日本語なんですよ。 日日本本語語をを発信して日本語を受け取ってるわけけなんですよ受け取り方が悪いとボールが飛んできたと思ったら泥のボールとかね爆弾を受け取っちゃうんですよ。で怪我をすするる汚れるってことになりますでも投げられたものの中からきちんとした発揮をパシッと受け取ることができる自信力があると怪我もせずに汚れることもなく受け取ったボールをまた別の人に投げることができるんでビジネス上手コミュニケーション上手人間関係上手ってことになるんですよ。 さあここまでね、私あの、何も見ずに自分の思いだけで話してきましたけども、これがだから伝える力になってくるわけなんですよで。伝える力が上手になると、YouTube も使いこなせるようになります。というのが、YouTube って別に特別なことをやってるわけじゃなくて、例えば私と誰か、A さんとの会話があるとするじゃないですか。その A さんがここにいるという体で話してるだけなんですよね。A さん分かりましたかって <laughs> どうでしょうか説明、これで不足してないでしょうかと語りかけてるんで、普通の会話なんですよ。 普通の会話はみんなしてますよねそれをカメラというあの具体的な A さんがいないところを A さんがいると仮定して喋ってるんですよ。で今回は A さんではなくてタカさんに対して呼びかけてるっていうそのシリーズが気になるとこシリーズなんで今までね200数十話やってきましたけどもタカさんとの会話をしてるだけなんですよね。例えて言うとタカさんとファミリーレストランで2人でねお茶を飲みながら会話をしてるところ。そして 他のファミレスにいるお客さんが私たち2人の会話を聞く自由があるっていうことなんですよね。君を立てるかもしれないし、途中でコメントで質問してくるかもしれないし、メールアドレス公開してるからメールが送られてくるかもしれないしっていうところなんですよね。うん、ですんで、通常ファミレスで2人で話してるのを盗み聞きしたりとかね、ふんふんって聞いてると、ちょっとやめてくださいよってなるんですけども、YouTube ってのは当事者じゃない人も聞いていいですよっていうふうなコミュニティになってるんですよ。ですんで、 普通の会話と違うところがあるとすると、当事者以外も聞いていいですよっていう前提で成り立っているってことなんですよね。だから、タカさんに言うようであって、タカさんに伝えたいメッセージが他の方に伝わっても大丈夫みたいな表現になってきます。で、いつか公開とかね、限定公開みたいなところも使いながらのやり取りになってくるわけなんですよね。うん、さあ、じゃあ、キーワードをいくつか、そっか塾内で使うキーワードをね、お伝えした後なんですけども、ちょっとそろそろね、まとめに入っていこうと思います。 まとめっていうのはちょっとお長い文章まあ短めですけどもねあのコンパクトな文章の中にすごくいい意味が隠れていることなんで今度はねその言葉をもとに返信動画をいただければなと思います。一つ目説明でできるレベルで理解してますかってことですよね。いろんなものを自分は理解してるけどもあじゃあ君が覚えてること分かったことちょっと説明してみてって時にうーん説明まではできないんだけどもなんとなく分かるんだよねなのか よし説明できるレベルで理解したから説明してあげるよっていう風に自分が本当に講師になっているかどうかなんですよねでこれっていうのは私が FX のねテクニカルっていう,う技術を身につけた時に全てにおいてどんな技術も説明できるレベルで理解したらその時には初めて自分のものになったなと思うんですよでも自分では扱えるんだけどもその自分で扱ってるスキルを人に伝えることがいまいちできないんだなっていうことになってくると 伝える技術がないんだなと思って今度はね技術を覚える力プラス伝える技術を身につけていくっていうふうな、まあ、二段構えになっていくんですよ、まあ、つまり自分の思いを人に伝える何かの能力を人に伝える何かのスキルを人に伝えるってことはこの2つの能力が必要ってことになりますつまりはその能力なり技術を理解する力技術ですねそれと それを正確に過不足なく伝える力尾ひれをつけずにかといって説明不足にならないように正確に伝える言葉が必要になってくるってことなんですよねそして2つ目なんですけども体験に相当すすす。る知識レベルがありますかってことです、まあ、人生というのは限られてますので自分の体験だけで物を言おうとするとね限界が来ちゃいますで私が体験もしてないようなことを何で喋れるかっていうと体験に相当する知識を蓄えたからなんですよね そうすると全く自分が経験したことがないことでも経験している人以上にコンサルができるってことになるんですよ。そうじゃなないいとと情報発信ででで、ね、飯を食っていくことはできないんですよねだって弁護士さんっていろんな事件は使いますけどもその事件の経験ありますかってと別にないわけですよね。ただ一つの事件二つの事件三つの事件さまざまな事件がある中でその事件一件一件に対して体験に相当する知識判例 そういったもの、法律とかも込みでですね、それを理解してるんですよ。だから、経験もしてないのに、当事者以上に的確なアドバイスができるんですよ。だって、弁護士さんに相談する人って、相談する人が当事者なんですよ。で、当事者以上に見える人っていないはずなのに、当事者じゃない人に相談するわけなんですよね。なんでそれができるかっていうと、当事者じゃない弁護士さんは、本人よりもその分野に対して、僕、スキルを積んでるからなんですよね。つまりは、 体験に相当するる知識を入れてるってっことなんです,よですので私たち YouTuber ネットビジネスのコンサルタントの先生も体験に相当する知識を積んでますすかっっててことが日々日々々必要になってくるんですよ、ねまあつまり YouTube の中で起きるようなことを分析研究してますかってことなんですよ、まあ、そうなると実はね一つのアウトプットに対して1000や2000のインプットが必要ってことになってきますこのバランスができてないとネタが尽きるっていう状態になるんですよ もしくはいいいいただいただ質問にに返信が即できないとなととうこります。私が即返信するのはすでにいただいた質問がたくさん蓄積されていてまあ似たような質問だなと大体200個の質問に限られてるっていうふうにもう終わってるからなんですよ特別すぎる質問っていうのは私のところにやってこないんですよねすべてがもうすでに解決済みのことばかりが私の中に蓄積されていてそのうちのどれかが当事者となった人から上がってくるんですよ もしくは久保さんならこういうことにも解決策をもう知ってるだろうということなんで質問を投げてくるんですよねだから場合によっては過去に撮った動画を抽出してこれですって投げたりとかね取り下ろしで、えー、実際はこれは何回も解決したことなんだけどもこういったメッセージになりますよってことで新規の動画を撮ったりするわけなんですよ。ではいろいろと申し上げてきましたけどもあの何か言葉で伝えるってことはまさに言葉だけで伝えるんですよね。 だから非常に使うツールっていうのは言葉に限られてるんでどちらかというと簡単なんですよ。言葉が難しいって言ったらじゃあ言葉以外で伝えてくださいっていうもっと難しいことになっちゃいますんでね。うんまあ、ですんでねやっぱり日本語ってのはひらがながあってねカタカナがあって漢字があって時には横文字を使ったりもできるという非常に柔軟な言葉だと思いますあの柔軟なね何ですかね言葉道具か道具だと思いますね。 まあここに来てね、ちょっともたついちゃいましたけどね。だから日本語ってのはもう最もね、便利な道具なんですよ。うん、まさにね、これね、英語だと、まあイメージが伝わるんですよ。英語っていうのは。でもあまりにもね、あの、意味する言葉が多すぎるんですよ。日本語以上に多いんですよ。OK good、グーッとってもね、受け取る人にとってみた嫌味感ってなるわけですよね。でもその階層によっても違います。褒め方によっても。うん、ここはもうちょっと今回は割愛しますけども、 やっぱり日本語のね使いやすさっていうのはあの正確に自分の意図を伝えることができる漢字を使うと漢字に込められた意味も載せながら伝えることができるんですよねそれからことわざとかね「古事聖語」とか四字熟語っていうねものすごく便利なまさに漢にしてようがいいっぱいあるわけなんですよ私たちはだから「漢にしてようの」のそういった四字熟語やイデオムを知っていることによって自分の体験を伝えることができるのを上に。 自分がが体体験験ししてていなここととを、をにに相当した知識を持って人に伝えるるでできるんですよね。今回は結構難しい話になったと思いますけども、うん、もうだいぶお話ししましたまるでね国語の授業のような感じが私自身もするんですけども、うんまあ、こうやってフリーハンドでお伝えできるのも、まあ、きっとね今まで YouTube で人にメッセージを伝えて人の気持ちを変え続けてきたからなのかなというふうにまあ自分で振り返ってるんですよね。 だからまあ今回あのいろんな言葉を使わせてもらいましたけれどもその中の一つでも二つでもお役に立てればなという気持ちで今こうやってね動画を閉じていこうと思います何か参考になればね幸いでございますそして必ず参考になると思いますあなたの受信力展開力いかがでしょうかそれはそのまま速過力に直結しますんでよろしくお願いしますじゃあいってらっしゃい